色鮮やかですね。おいしい。新発見、新名物が続々。あ、可愛い。見どころがぎゅっと詰まった夏のいわき湯本温泉街へ。古くて新しい街の魅力をあのアイテム片手に再発見します。やってきました、いわき湯本温泉。いやもう本当ザ夏っていう天気ですね。はい、もう南国の雰囲気で陽気になりますね。はい、今回このようなものを用意しました。懐かしい、映るんですですね。はい、使い捨てカメラは手軽にレトロな写真が撮れると若者の間で大人気。40代以上の皆さんは懐かしいのでは。あ、豆腐カフェ。豆腐カフェ珍しいですね。はい、早速2人が目をつけたのはこちらのお店。豆腐カフェとは一体？ここはね、お豆腐屋さんなんですが、はい、このソフトがうちは有名なので、豆乳と絹豆腐を練り込んで作ってるんですよ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。もうパッと見普通のソフトクリームですよね。でも一口食べると全然違うんですよね。確かにお豆腐の風味すごいです。鼻から豆乳のいい香りがふわっと抜けていきました。めっちゃ美味しい。うん、なんか口当たりとっても滑らかで濃厚なんだけど後味すっきり。お豆腐がスイーツって新感覚ですね。さあ、お散歩は始まったばかり。何これ、ベンチに銅像がいる、かわいい。写真じゃあ一緒にちょっと撮りましょう。にゃん吉、いきます。はい、チーズ。いいですね、かわいい。さて、次に気になったのは。何ここ、ミニシアター。ちょっと中入ってみますか。はい、その名も湯本駅前ミニシアター倉本。一体どんなところなんでしょうか。毎月あの映画の、映画を上映してます。映画館なんですか。映画館ですね。すごい。今のところ映画館っぽくありませんが、階段を上ると。あ、すごい、早く来てほしい。あ、すごい、こんな感じなんですね。2階には自宅のようにくつろげるミニシアターが。月替わりでオーナーが選んだ作品を上映しているそう。こうやってこの大きなスクリーンで映画を見られて、ね、はい、あの毎月楽しみに見に来てくださる常連の方もいらっしゃって、嬉しい気持ちでいつも待ってるような感じですね。はい、通いたくなりますよ ね。いいのかな、こんな姿をテレビで見せて。今なら期間限定で秋田名物のババヘラアイスを販売中。おババがヘラで2色のアイスを花の形に盛り付けることからこの名前がついたんだそうです。すごい、いただきます。これはアイスなんですけど、かき氷風ですね。食感がシャキシャキしていて新食感、夏の映画鑑賞のお供にぴったりです。その映画の作品に合わせて感想会っていうのをやってまして、映画見終わった後にその映画の感想を来てくださった方とこう話し合うという感じの感想会やってます。それ最高。はい、うん、私だっていつも一人で映画行くから、見終わった後のこの感想をね、一人で消化するのが悲しくてそういう友達欲しいです。映画好きにはたまらない素敵な穴場スポットを発見しました。ほんとこうちょっと歩くだけでもいろんな発見ありますよ ね。やっぱ歩いてみないとわからない魅力がありますよね。はい、とここでまた魅力的な場所を発見。
温泉神社ですね。温泉神社だ。ここ一回来たことあります。あ、本当ですか。1300年の歴史を持つ温泉神社、境内には風鈴が飾ってあったりと涼しげなんですが、今しか見られないちょっと珍しいものも。わあ、かわいい。水引きになってますね。そうですね。ちょっと近づいてこうもらっていいですか。使い捨てカメラのレトロ感が神社の雰囲気にマッチしています。さて、そろそろお昼の時間ですが、見慣れないお店、私何度か来たことあるんですけど、はい、このお店初めて見ました。なんか新しそうですね。はい、一体どんなお店なんでしょうか。今ランチが結構人気があって、チキンカツカレーの米油で揚げたものと、あとブッダボールって言ってお野菜がいっぱい入ってるものが人気です。食べてみたい。じゃあちょっとお腹も空いてきましたんで、はい、ということでこちらでランチタイム。ムーンライズカフェは今年オープンしたばかり。店内もおしゃれで写真映えしますね。さて、お待ちかねのランチが来ましたよ。うわ器から溢れそう。うわ、色鮮やかですね。すごいボリューム。お互いに、いきます。これだと本当に品数豊富だとお腹いっぱいになりますよね。すごいですね。じゃあどうしよう。うわー、美味しそう。お、うん、うん、驚くほど軽いですこのチキンカツが。このルーがトマトを丸絞りしてるような酸味感、はい、これ夏にもってこいです。箸が進みます。うん、おしゃれ。おいしいランチに大満足の2人、お次はやっぱりデザートでしょうか。ちょっと改めて冷たいものでも食べて、そしてせっかく温泉街に来たということで足湯でも使って締めますか。いいですね、はい、最高の締めですね、はい、ということで、いわき湯本駅前にあるこちらの和菓子店に突撃。ちょうど夏におすすめのお菓子があるそうで、こっちが抹茶で、はい、こっちが小豆です。はい、これね、あのくずで固まってるので、はい、アイス、普通のアイスみたいに溶けないです。先月ご紹介した今話題の溶けないアイス、ここにもありました。早速足湯に浸かりながら楽しみましょう。うわー、気持ちいい。ひんやり。いや、最高な一日でした。最高ですね。レトロな雰囲気も今時の空気も味わえるいわき湯本温泉街、カメラ片手にぶらりしてみてはいかがでしょうか。